皆さんこんにちは、キハ58です。今日はユニゾンエアガチャ動画です。新規ガチャで日向坂4期生ガチャが来ました、本日も最後までよろしくお願いします。今日狙うのはですね、武田くんとの、旅の動画をご覧くださった方、旅の中でも話出てきました、ショーゲジちゃん狙いたいと思います。今回ですね、日向坂4期生のガチャなんですけども、ボリューム1とボリューム2がありまして、ボリューム1では5名、ボリューム2では5名というすごい優しいガチャになってます。しかも天井がありましてですね、25回回せば、絶対手に入る仕様となっています。まあそれまで言っても結局まあ5人しかいないんですぐ出るとは思うんですけども、開幕早々、日向坂4期生でですね、12名入ってるんですけども、このメンバーをゲットして、育てることによって全員の総合力が上がります。なんでまあ引いてる方は結構いらっしゃると思います。前回ですね、ブルーベリーラズベリーのガチャもあったんですけども、あれがなかなか当たらなかったんで、今回ちょっと嬉しいですね。1回目はまあこんな感じで、リーディング長い、まあ、リーディング関係ないんかな、ちょっと分かれへんですけど、お、自転車がある、チャリがあって、リースがあって、ない、 iPad がない、SR、 SSR が出ないというですね。過去にまあ桜坂の、ほのちゃん、るんちゃん、かりんちゃんなど狙ってき、てんちゃん狙ってきたんですけども、まあ、総合力アップのために日向坂4期を引くと。で、前の話でもあった正源寺ちゃん、欲しい、あの子かわいい、見ててめっちゃかわいい日向坂ではもう元々マナモさん推しだったんですけど、マナモさん卒業してしまったんで、しかもですね、今回3回目になると必ず SSR が当たる、リーディング長い、 SSR が当たるんです。なんでまあ、SSR で出たら リーディングが長かったかぶりなんかな。まあ前回のブルーベリーラズベリーで持ってる方やった、お、 SSR ある、リーディングあんま関係ないかな。お、こい、2枚引き、変われ、変わらへん、赤と黄色とレインボーに変われ、変われ、起きたレインボー、さあ来い、おー、やった、ニューだ、やった、スミレジェンドのニュー、いやー嬉しい。あれ、なんかおかしいなった、ん、ちょっと戻ったね、なんででしょう。まあいいか、あ、え、あ、リーディング短い、まあいいや、やっていこう。まあこんな感じで、正源寺ちゃんのボリューム1やっていくんですけども、なんか今変な挙動でしたね、めっちゃ戻ってしまいました。まあしょうがない、まあそういうところも、そういうこともあるんでしょうね。金、白、白、白、金、白、白、金、はい、さあ来い、さあレインボー、彼、さあ持ってない美所持の SSR 来い、こい、あー、あれめっちゃリーディング短かったのに、まあ、あんまりリーディング関係なさそうっすね。あー、めっちゃ短い、本来桜坂のガチャであれやったらほぼ間違いなく SSR なんですけども、お、来た、おー、4期生の4を持ってる方ですね。そこまでまだ日向坂4期生詳しくないんで、ちょっとごめんなさい、名前覚えていってる最中です。お、レインボーが、お、レインボー2枚もある、これは嬉しい。さあ来い、ショケちゃん、ショケ来い、お、清水リオ、あ、さっきの4持ってた子はこの子ですね、清水リオ、かわいいですね。さあ来い、さあ来い、さあ来い、お、小西ななみ、ブルーベリーラズベリーで初めて会った時この子やったんで、ちょっと思い出深いです。あれってか、
あれボリューム1でこの2人当たらへんはずなんだけど、なんて、ん、もしかして間違えてる。あ、ボリューム2やってました。うわ、そういうことか。ボリューム2は初期当たらへん。マジか、失敗してしまった。まあいっか、2人 SSR がってしました。どうしましょう、やっぱボリューム2でちゃんとやっていきましょうか。ボリューム2で、そうか、ボリューム1やってた。あ、ヒラホー、ボリューム1でヒラホーとハルハルとボリューム短い。そうか、ボリューム2やってしまってたんか。あ、チャリアル電車か。あれ、なんか風景違う。マジか。さあ誰か来る。おい、しょげちゃん、あ、来た来た、かわいい。4本動きたわ、4本持ってる。わあ、ギターこれは嬉しい。ってことはもうほぼ確定。ギター、前回のガチャではですね、登場したのに SSR が出ないというびっくりな仕様がありました。さあ来い、ここか。よっしゃ、来た。かわいいこの子、もう日向坂の推しメンかもしれない。あんままだちょっと詳しくないんでちょっとあれなんですけども、いやー、無事来てくれましたね。まあちょっと回数間違えてしまってちょっとトラブルはあったんですけども、もう無事出てくれたんでよかったです。まあここまでですかね。詳しく見ていきましょう。いやー、この可愛いね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。